小栗ゆいは日本のアイドルであり、女性アイドルグループ AKB48 チーム8、東京都代表、および AKB48 チーム A のメンバーである。ラームのレギュラーモデル。愛称はゆいゆい。東京都出身。ジェスト所属。身長163センチメートル。血液型は不明。2014年の AKB48 チーム8全国。 一斉オーディションに東京都代表として合格する。2016年7月から8月にかけて行われたレナッチ総選挙で1位を獲得し、レナッチーズとして参加した楽曲、ハッピーエンドではセンターを務め、レ・ナッチ総選挙選抜メンバーによる写真集 AKB48 レ・ナッチ総選挙選抜写真集16カラーズも発売された。 2016年11月16日発売の AKB48 の46スシングルハイテンションで初めてシングル表題曲の選抜メンバーに入った。2016年12月20日発売のラブベリーボリューム5より同志の専属モデルに起用される。また、2018年3月17日発売の33号より女性ファッション誌ラームのレギュラーモデルに起用される。 2017年1月14日には、東京ドームシティホールで自身初のソロコンサート、チーム8オグリウィソロコンサート、新春、チーム8祭り、オグリウィのランを行った。同年に実施された、a k b 4 8 4スシングル、選抜総選挙では51位となり、初ランクインする。2017年12月8日に行われた、 AKB48 劇場12周年特別記念公演で発表された組閣人事においてチーム A 兼任となり2018年6月12日の新チーム A 目撃者初日公演で前田敦子のポジションを担当した2018年5月30日発売の後セカンドシングルティーチャーティーチャーでシングル表題曲において地震初のセンターに抜擢される 同年に実施された AKB485 サードシングル世界選抜総選挙では25位となりランクアップする。また7月放送開始のテレビドラママジムリ学園では連続ドラマ初主演を務め10月19日から28日にかけて上演された舞台版マジムリ学園では岡田奈々とのダブル主演となった。 インドネシア国内のポカリスウェットの CM キャラクターに抜擢され2018年9月テレビ放送開始のポカリ7の CM により初めて日本国外のテレビ CM に出演するウェブでの公開開始から1ヶ月経たない10月に CM 動画のミュージックビデオスウェットホーユアドリームの再生回数が1000万回を突破した2019年12月31日の 第70回 NHK 紅白歌合戦ではセンターポジションを務めた。2020年1月26日には東京ドームシティホールで自身2回目のソロコンサート AKB48 小栗悠いソロコンサートゆい,ゆい、東京を開催した。同年2月22日渋谷ストリームで開催された 2020AKB48 新ユニット。 新体感ライブ祭り初日公演で美少女5人組ユニットナインルのメンバーとしてパフォーマンスを披露。同年3月、高等学校を卒業した。同年11月29日に NMB48 の白館ミルの新型コロナウイルス感染が確認され、白館と仕事で共演していたオグリラ AKB48 メンバー11人も濃厚接触者に認定されて、 自宅待機となることが12月2日に発表された。12月12日、活動を再開。2021年1月18日、SKE48 の運営会社の ZEST に所属することが発表された。左利きである。ブランコに乗るのが好きで、中学生1年生の時に亡くなってしまった近所の公園に学校帰りに、いつも寄ってブランコに乗って友達と話をしていた。 中学生の頃までサンタクロースの存在を信じていて、中学2年生の時に母親がクリスマスプレゼントを用意していたことに気づき、それまで気を使って6つ上の兄と3つ上の姉が自分たちも信じてるふりをしてくれていたことにも気づいた。小さい頃からカントリーマームが大好きで AKB48 のチーム8のメンバーとして各都道府県に行っていろんな味があることを知り、 各地のカントリーマームを集めるのにハマってしまいましたと2019年7月のカントリーマーム35周年誕生祭イベントで明かした。カントリーマームの他に好きな食べ物はお寿司、お肉、バンケーキ、果物。趣味はカメラで写真を撮ること、食べ物の栄養を調べること。新型コロナウイルス感染拡大による2020年の自粛期間にウクレレを習得した。 キャッチフレーズは、みーんなのハートを東京から来ました、ゆいゆいこと、小栗ゆいです。チーム8のオーディションを受けたきっかけは、AKB48 好きな友達に誘われたことだったが、実際に応募したのは小栗だけだった。小学3年生の時に、友達の親が作ってくれた衣装を着て、児童館で友達とヘビーローテーションを歌ったりして、ミニコンサートをやっていた。 AKB48 内で独自に動くチーム8では人気メンバーであり2万年に一人の美少女の異名を持つ2016年に入りソロ活動や AKB48 選抜メンバーとしての活動も増えたがチーム8を背負っていることを意識して撮影や収録に臨んでいるという2017年1月開催のソロコンサート 小栗リウイの乱については、シングル表大曲発選抜となった、ハイテンションのメガボルト撮影時に親しくなった、サシハラリノから、何か困ったことがあったら、相談してと言われていたこともあり、不安になって、サシハラに相談して、セットリスト作りを助けてもらった。また、サシハラに、どうすればそんなに煽りがうまくなれますかと聞いたら、ゆいゆいらしくが一番だよ、とアドバイスされ、 私は私らしくいよう。と、自分の言葉で気持ちを伝えることを意識するようになったという。目標、憧れている人は、渡辺真由である。2017年10月31日に行われた、渡辺真由の卒業コンサートで、渡辺から王道アイドルの後継者に指名された。アイドルでいる上で、何が必要か、渡辺に尋ねたことがあり、自分を持つこと。 自分を守るのは自分しかいないから、自分の信じた道をまっすぐ行くことだという答えが、帰ってきて、2018年は、自分の信じた道をまっすぐに行くを意識していきたいと、雑誌のインタビューで語っている。ここが、ロドスだ、ここで飛べ。2、収録、0と1の間に収録、サムネイルに、収録、僕たちは、あの日の夜明けを知っているに収録チーム8、 パーティーが始まるよ公演チーム8、会いたかった公演、岩本テルを、青春はまだ終わらない公演岡部チーム A、目撃者公演、ありがとうございます。